通常の鏡による反射、空気による揺らぎがそのまま反射されている。保証工学に従った鏡の変形による、破面補正、空気による揺らぎが保証される。保証工学は、宇宙から地球を撮影したり、地球から宇宙を撮影したりするときに問題となる、大気の揺らぎを解決するために開発された、工学技術である。その構成から、破面保証工学といった、 言われ方もしている。宇宙望遠鏡に頼ることなく望遠鏡の解説限界までの高精度な観測が可能になるため、惑星や小惑星などの観測に用いられて、衛星の発見など新たな発見がもたらされた。保証工学は、大気の揺らぎ等によって生じる製造の乱れを、破面センサーで捉えて、電子制御回路を経て、可変形鏡を変形させることによって、対象となる天体や、 物体の像を正確に捉えるための技術である。工学的にはエレクトロニクスにおける位相動機回路と同様な原理に基づくものであり、天文科学分野では32素子の破面センサーとか変形鏡を用いたリアルタイム保証工学が実用化されている。現在では波長の問題から主に赤外線による観測で用いられているが2012年に 日本の国立天文台などの研究チームが、スバル望遠鏡の高性能保証工学装置により、可視光線で成功し、さらなる観測精度の向上が期待されている。当初はアメリカ合衆国が、他国の軍事用の偵察衛星の形状観測のために開発し、1989年2月に完成した。開発に携わったウィリアム・ハッパーたちの、 働きかけにより1991年5月のアメリカ天文学会で初めて一般に公開され、広く研究され、また応用されるようになった。この節では現在実用化されている能動工学による保証工学の実現法について全体的な技術説明をする。このシステムは位相保証と位相制御計算機からなる技術の複合体といえる。位相保証は 破面センサーとか変形鏡からなり、それを制御する位相制御計算機からなる。破面センサーは、シャック・ハルトマンセンサーと極立センサーが代表的なものである。シャック・ハルトマンセンサーは、細かなレンズアレイによって像のズレを測定するものであり、最も一般的に活用されている方式である。極立センサーは、センサー本体の移動によって、高強度変化を捉えて、 波動干渉による波面の状態を捉えるものである。さて、これらのセンサーが捉えた情報をもとに、位相制御計算機によって、画変形鏡を制御するための制御信号ベクトルを作り出す。基本的には、隣接するセンサー群のマトリックス、行列へ、ありがとうございます。